ゃあ次にもいきなりもうその亡くなったたくさんの方を、まあ、もらう歌なんですけども、水という歌、これは実はロシアの南の方のダゲスタン自治共和国というところの出身のカムザートフという人が作った詩に、ユダヤ人の作曲家のヤン・フレンケという人が曲をつけた、そういう曲です。だけなんでするかと言いますとね、このダムザートフが原水爆禁止世界大会を日本でやったときに、ソ連の代表団が来たそうなんです。その時に折り鶴というものを知ってですね、鶴っていうのは非常に平和を思う、そういう思いが込められたものなんだ、そういう日本人のね、そういう気持ちも知って、実はダゲスタンというのは独ソ戦の 大激戦地だったんですね。たくさんの方が亡くなった、そのことをやっぱり鶴に託そうということで、亡くなった兵士たちは鶴になってね、もう死んでないんだ、ずっと見守ってるんだという思いを持って作った曲です。この曲は本当に美しい曲なので、静かに歌いたいと思います。お願いします。Оставим на земле.